前回は骨盤を前から見た時の右左の歪みを見つけました。今回は横から見た時の骨盤の前後の歪みを見つけていきましょう。その方法を一切隠し立てなくお伝えしたいと思います。はい、こんにちは。シドニーのセラピスト庄司です。お初の方はじめまして、オーストラリアシドニー在住の庄司と申します。よろしくお願いいたします。はい、というわけで早速やっていきましょう。もう自分の骨盤の歪みを知ることってめちゃくちゃに大事ですからね。今日先に言っていきます。ステップは3つだけですね。ステップその1、 A 点を見つける。ステップその2、 P 点を見つける。ステップその3、 A 点と P 点をつなげるですね。このステップに沿って動いていきます。ただ一つだけ今日必要なものがあって、それは全身鏡ですね。こんな感じで自分の全身を見ることができる鏡があるといいと思います。てかそれがあった方がちゃんと正確に見れると思いますんで、それをご用意なさってください。じゃあ早速やっていきましょう。僕は骨模型を持ってきますね。こちらを使ってご説明していきたいと思います。まずは A 点ですね。ステップその1の A 点を見つけます。ここですね。ここ上前腸骨棘って言うんですけれども、そんな長ったらしい言葉はちょっと使うのめんどくさいんで A 点と略させてもらいます。ここの骨の出っ張りを見つけていきましょう。見つけ方は簡単です。こんな感じで L の字を出して、その高さにぐさーっと突き刺す。そして少しだけ下に押さえると、そうするとカツッと骨が止まるところがあると思います。ここの部分ですね。こちら下側はコツコツっとしたところ、骨、骨盤ですね。上はブヨブヨっとしたところ、お肉ちゃんですね。ここのボーダーラインを見つけて、指を前方向にスライドさせていくんですね。こうやって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 スライドさせていく。そうすると真ん中に来てもブヨ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 しかないところがあると思うんです。真ん中に行くとストーンと落ちちゃう。そこの点、これが A 点ですね。僕でやってみると、ちょっとここを出してですね、ここにボーダーラインがあって、スライドさせて、スライドさせて、あ、この辺でなくなってくる。あ、ここだなっていうのがわかります。で、この A 点、すごく大事なランドマークになってくるから、なんだったらちょっと印つけられるといいと思うんですよ。僕だったらこの水星のマジックでちょっと書いてみようかな。よいしょ。ちょっと A 点書いてみました。はい、皆さんももしよろしければマークをつけるなり、なんだったらシールを貼られるといいと思います。ここすごくすごく重要なランドマークなんで印をつけておいてください。ここは簡単ですね。次ステップその2の P 点を見つけていきます。ここ少しだけ難しいですよ。で、 P 点の見つけ方はね、僕いろいろ悩んだんですけどね、これが一番いいなと思うんですよ。 A 点さっき見つけたじゃないですか。 A 点に中指を当てるんですね。こんな感じ。 A 点に中指をピッと揃わして、ちょうど腰に手を回すような感じでぐるぐるぐるっとすると、親指でちょうどここの骨の出っ張り P 点が当たるわけですよ。わかります？中指で A 点ぐるーっと腕を回していくと、ちょうど当たるところ、これが P 点に当たるんですね。ここが P 点です。ちょっと押さえると痛いかもしれない。はい、なのでこういう感じで指ガバッと持って、中指 A 点当てる、腰に手を回す感じでぐるぐるぐるーっとして、親指をこうやって動かしてみてください。そうすると骨の出っ張りがあると思う。それが P 点ですね。P 点は PSIS ですね。上後腸骨棘から下かみそうですけれども、それを P 点と呼ばせてください。 P 点ですね。なんで A 点中指、 P 点親指、こういうふうに押さえてください。僕でやってみると、 A 点でこちら、 A 点中指で押さえました。ぐるーっと腰に手を回す感じで親指を動かしていく。あった、ここ P 点だ。押さえるとちょっと痛いかもしれないですね。はい、そこが P 点だよと、 P 点確定ですと。ここまで来たらステップ3ですね。今当てた指動かさないようにして、ここ行きますね。じゃあ皆さん右手だけ出してください。
右手の中指は A 点を触っている、右の親指は P 点を触れている、こういう状態を作ってもらって、でですよ、左手出して右の中指、今 A 点押さえてるじゃないですか、それを左の親指で押さえてほしいんですよ。こんな感じ、ちょっと入れ替えてほしいんですね。そう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 、そうすると今左の親指は A 点を押さえている、右の親指は P 点を押さえている、こういう状態になると思うんですよ。こうすると両方の親指で A と P を押さえていると、そういう状態が作れます。ここまで来たら最後ですね。鏡の前で立ってもらって自分の姿をチェックしてください。これで見れるかなと、こんな感じで鏡の前に立って左の親指で A 点、右の親指で P 点を押さえていると、そうすると A と P をつないだ線が分かりやすくなると思います。ここでですね、この A と P を結んだ線をチェックしてほしいんですよ。この線、この傾きがですよ、平行からちょっと下に下がっているぐらい、角度で言えば10度ぐらい、10度ぐらいの前に傾いている状態、これが正常だと僕は思います。はい、正常範囲内が0度から10度ぐらいの傾きだけれども、これが10度以上傾いている、10度よりも前に傾いている、これが骨盤前傾だと思います。こういう風になってしまう人、これが骨盤前傾反り腰さんですね。それに対して AP を結んだ線が平行よりももっと上、もっと後ろ、 A 点の方が上に来ちゃっているパターン、これ骨盤後傾ですね。わかりやすいでしょう。あなたはどうでしたか。これがあなたの骨盤の前後の傾きを見る一番わかりやすい正確な方法だと思います。これであなたの骨盤がどちらに傾いているのかっていうのがわかったと思います。はい、以上ですね。これで前後の傾きがわかったところなので、次の動画であなたの骨盤が前傾、前に傾いている人用のエクササイズ、ストレッチをお伝えしたいと思います。それぞれ骨盤前傾さんと後傾さんでやる宿題が違ってくるんですね。当たり前ですよね。なので次は骨盤前傾のやっつけ方動画を配信したいと思います。ではまた配信いたします。ジロニーのセラピスト庄司でした。皆さんに感謝申し上げます。さよなら。